マスアートです、えー、聖書1日1章の時間となりました今日は、えー、神言の、えー、4章ですね、はいえー、では早速神言の4章を見ていきます <laughs> 神言の4章、えー、子供らよ父の訓戒に聞き従い悟りを得るように心がけよ私は良い教訓をあなた方に授けるからだ私の教えを捨ててはならない私が私の父には であり私の母にとってはおとなしい一人子であった時父は私を教えていった私の言葉を心に留め私の命令を守っていきよう血を得よ悟りを得よ忘れとならない私の口の授けた言葉からそれてはならない血を捨てるなそれがあなたを守るこれを愛せ愛せこれがあなたを保つ知恵の始めに知恵を得よ あなたのすべての財産をかけて悟りを得よ。それをたっ飛べ、そうすれば、それはあなたを高めてくれる。それを抱きしめると、それはあなたに誉れを与える。それはあなたの頭に麗しい花輪を与え、光栄の冠をあなたに授けよう。若くよ聞け、私の言うことを受け入れよ。そうすれば、あなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに押し、 正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩むとき、その歩みは妨げられず。走るときには、時にもつまずくことはない。訓戒を固く握って手,手放すな。それを見守れ。それはあなたの命だから。悪者どもの道に入るな。悪人たちの道を,を歩むな。それを無視せよ。そこを通るな。それを避けて通れ。彼らは悪を行わなければ、 眠ることができず、人をつまずかせなければえ眠りが得られない。彼らはフギのパンを食べ、暴虐の酒を飲むからだ。偽人の道は明けぼの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪者の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかをしれない。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けようそれをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。 見出すものにはそれは命となりその全身を健やかにする力の限り見張ってあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く偽りを言う口をあなたから取り除き曲がったことを言う唇をあなたから切り離せあなたの目は前方を見つめあなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よあなたの足の道筋に心を配りあなたのすべての道を 固く定めよ。右にも左にもそれとならないあなたの足を開くから遠ざけよう、えー、感謝いたします信玄、えー、の4章でした、えー、この聖書の御言葉あなたの心にあなたの魂に、えー、この聖書をあなたのもとにマサ、えートの聖書1日一緒でしたマサートののののの この YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンとよろしくお願い,いたします。えー、次回の聖書、一日一章の真剣でお会いいたしましょう。シューア週ネツパセンブルズユー、シャロム、シャロム。